こんにちは。こんにちは。アバベルオンラインこんなアバベルオンラインのお時間です今回はですね、今回 の超絶アップデートで追加された新職業ワンダラーをお見せしたいと思います。これはマミルトンニュというサブアカですね。私のお、なんかすっげーでかい鳥が、でかい犬連れてるしよし、はい私はああ3階に行っちゃった3階ここ転送のところ近いから、はい、私はですね、どこか広場行こう、広場、はい、ワンダラーになっております。で、このワンダラーというのはですね、なんかなんだっけ、一人でもう長時間冒険ができるキャラクターっていう説明を受けました。星野さんから。で、確かにスキルを見てみるとそんな感じのスキルが多かったんですよね。焚き火とか、うん、体が凍えそうな時には温めてそう、焚き火もね、回復やと思ったらね、回復じゃなかったんですよ。なんなんですか。回復じゃなく自然回復力を上昇させる。おで、自然回復力ってちょっとずつ実は回復してる、してるね、あれを結構目に見えて回復していく感じでした。あ、そんなに、うん、やってみましょうか。その周りで座ってたらいいってことですか。そうです、そうです。お二人今いる間でちょっと焚き火ちょっと セットしますね。この間に、おほら、あ、全然食らってないから回復量が分かんないダメージない。ちょっとじゃあ食らいに行こうかな。ロータスさん、ロータスさん大丈夫、ちょっかい出したらやられない。結構食らってます。あ、でもさっきの自然回復力をちょっと攻撃してこない。ほらロータスさん来た、来た来た来た、はい、もっと攻撃して。オッケーオッケーオッケー、うん、結構与えられたぞ。与えられました。あ、焚き火が溜まってないからまだ使えない技。ちょっとお二人の力で焚き火が溜まった。よし、ちょっとタイムロス、あ、設置しました。もう、上がってない？うん、上がった。ちょっと、結構目に見えてる。え、この範囲の中にいたらですか？いや、いたらじゃないと思います、多分。もう上がってるんで、出てもちょっと、まあ、ほら、結構回復してますね。持続時間はちょっと分かんないんですけど、まあでも、回復してるのかと思いきや自然回復量を上げるみたいな感じでした。うん、他は？他は、キャラクターでスキル、アッパーブレードとかドライブサイズ、これは戦うやつですね。はいはいはい、シャキン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 、これがアッパードライブかな。あ、かっこいい。で、ドライブサイズ、このこれがね、すごいんです。おお、シャキンシャキン、横に攻撃するみたいな。広い、当てにくい、当てなくちょっと練習が必要、うん、これがドライブサイズとアッパーブレード。チャージフェンサー、チャージフェンサーとこのサーフィスエッジは槍じゃないと使えないスキルなんですよ。で、これが突きですね。で、この次のこの名前なんだっけ、サーフィスエッジかな、なんかそのやつ、範囲攻撃っぽいんですよ。へえ。ちょっと敵いるところにやる範囲攻撃とかもあるんだ。広い範囲でなんかね、リーチが長いっぽいですね。おお、ほんとだ、すげえ、広い広い広い。サイレントワルツや。はい、カイトまたハンターハンターネタだすいません、溜まるまで時間かかる。それ使えば消えますから。そうまあ、使うまで消えないけどな、はい、っていう、この槍、まあ、私は両手槍を装備してるんですが。ね、槍だね、うん、槍の、メリットは範囲、リーチが広いっていうのと、あと貫通がそうです。一体とかじゃなくて奥の敵にも、はい、なんでこの先の月とかやったら2体連続でなんか攻撃当たったりするらしいですね。へえ。今私まだこれ振ってなかったんですね。あ、レベル上がってから振ってなかったです。いや、あ、まだ30になってないので何回でもこのステータスは
リセットできるんで、ちょっといろいろ調整してやってみたいと思います。ビッグビッグバーズバーで、あともう一個です。これがですね、 SP 味方の SP を回復するスキルみたいですね。これすごい嬉しいですね。スキルね、いいですよね、うん、今 SP 使ったらもう一回お願いします。マインドスフィア、これですね。あ、今溜まるまでちょっと時間がかかっちゃいますね。 SP ガンガン使ってこう芝居たるかグラディーターいいんだこのマインドスフィア、一定時間自身の最大 SP を減少させて、その場に SP 回復玉を発生させる。味方が触れると SP が回復する。自分の SP を回復するわけではないんです。触れるとか、じゃあちょっと一回離れといてマミルトン君が出してもらったら、うん、結構長いかかるの、この回復するまでに。あ、すごい高橋君もめっちゃ消費してるこれね、この技すごい消費するんですよ。あ、そうなんですか。むっちゃ無駄のないをめっちゃ打ってる。練習今のうちにちょっと別のやつも見とこうかな。スキル、このスタンループ、これがさっきあのちらっと言ったんですけど、一時的にスタン耐性が上昇するバフスキル。麻痺させるモンスターとかいるじゃないですか、うんうん、あの自分の横に黄色い電球マークみたいなのがつくとね、うん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 、スタンって言ってちょっとまあ何も操作できないんですよ。回復もできないしっていう、ちょっとあの忌々しいあのスタンに対する耐性が上がるみたいですね。あのクリエイター、我々の職業の中でスタンを唯一持ってるのはクリエイターなんですが、そのクリエイター、対クリエイターにもいいので。ちなみに画面の右端でちょっと座らせてみました、はい。メニューの隙間から見える。おお、長いね。結構長いです。まだ多分ね、これレベル1やからやと思うんですよね。一通り全部技を覚えるために、これまだレベル1なんですか。レベル上げれた。何回でもこれリセットできる。マインドスフィア。あ、溜まりましたね、多分。溜まりましたか。はい。私は関係ないのか。ちょっと SP 消費した状態で使いますよ。うん、一回離れた状態から入ろうかなと思って。じゃあ使います。はいはい、どうぞ。はい、今私が490で入った。あ、え、入る前に消えたまた待つのか消えるの早かった。消えるの早かったですね。え、結構早くなかった。消える早い、早かった。レベル1だからかな。レベルちょっと今上げたんですけどね。なんでだろう。すごい、一瞬にして消えました。消えた。あと、まあ、今の間に別のやつ説明しておくと、なんとあのね、重量を増やせるスキルがあるんです。はい、地味よくない。地味にアイテムバッグの最大重量を10増やせる。え、10も10。すごくない。まあ、重量なんでね。あ、重量か。枠ではない。枠ではない。でも重量結構ね。ある。SP 回復薬とか、そう。地味に大量に買い込むと。液体系は結構重たいんですよね。あ、そういう考え方だった。あれ、液体が重いんだ。おそらく。知らんかった。おそらく結構重い。ポーションとかさ、うん、意外と結構なね、うん、重量になるもんね。そうなんですよ。パッシブスキルは HP を上げるパッシブと、SP を上げるパッシブがありますね。そろそろ溜まってねえ長い。ちょっとこれはもうまた今度焚き火でもしないかね。そうですね、焚き火して待ってましょう。イエーイ、みんなの自然回復力が。ダメージ受けてないけど、でも結構この中にいる間回復してましたね。今誰かわからない。あと結構長いですよね、この発生時間が。消えた。消えました。そしてもう1個の SP のやつはまだ長い。まあ、こんな感じの、ワンダラーという職業ですね。うんうん、槍を使えるという、槍を使えるのが確かこのワンダラーと、あとウォーリアも槍は使えるんですよ。あ、そうなんだ。はい、ただ槍にするとウォーリアの元々のスキルでなんかいくつか使えなくなるスキルがあるので、まあ、いや、あんましろ槍にする人は少ないかもしれないですね。
今回はしかも両手やりですけど、違う、片手やりで両方二刀流なんですが、一本の大きいやりで両手やりというのもあります。うん、はい、あ、最後にたまりました。最後にこれやりました。あ、待ってくださいね、私まず使わなきゃ、 SP を使わなきゃ。めっちゃランドしてなんとかは。うわいきますよ。待って、今私が407。はい、はい、やりますよ。来い、えい、413で来た。はい、触れた。435。結構切るの早い。なんか10ぐらい増えた。私20ぐらい増えてる、うん、20ぐらいドンって増えた。あ、でもレベル上がったらもうちょっといいかもしれないですね。そうやね。はい、こんな感じの新職業ワンダラーでした。はい、はい、あのサブのキャラとかに結構いいかもしれないですね。支援キャラ、支援系なんで、はい、やってみてください皆さん。はい、はい、さよなら皆さん、ご視聴ありがとうございました。YouTube でご覧の方は、チャンネル登録を。ニコニコのマックスムライブでご視聴の方はお気に入り登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。